こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶書きの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は十方一家風です。家風とは禅僧の悟りの境地や修行法、狂言法から醸し出される風格特徴のことを言います。禅宗が雲門宗や法源宗、曹洞宗をはじめとする様々な宗派に分かれたのはこの家風の相違によるものである。理想の死を求めて諸法を暗挙する修行僧が各地の禅僧に対していかなるかこれ和尚の家風と尋ねる時の返答には一つとして同じものはないけれども、菩提達磨の教えを受け継ぐという点からすれば同じ家風に属する仲間だということをこの十方一家風は表しています。フレームから十方一家風を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。